TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。今回は、サスケの歴史チャンネルの視聴者の皆様から募集した、サスケ2021の新エリア予想を紹介しようと思います。エリアの詳細な形状やエリア名は、本チャンネルの判断で調整している場合もあるのでご容赦ください。今回は、全部で5つのエリアを紹介していこうと思います。それでは、視聴者の皆様で考えたサスケ新エリアを見ていきましょう。まずは、ヤンマー部隊隊長さん考案の新エリア、ギガントピアノ。ファーストステージの第4エリアとして新たに登場しました。フィッシュボーンの後継となるエリアで、いわゆるバランス系のエリアとなります。巨大なピアノの鍵盤の上を走り抜けていきます。鍵盤は、体重がかかると倒れるようになっているため、素早い動作とバランス感覚が試されることとなるでしょう。なお、黒い鍵盤に触れるとルール違反となってしまうので注意が必要です。楽器をモチーフとしたサスケエリアといえば、かつてファーストステージにあったオルゴールを思い出す方もいらっしゃるかもしれません。オルゴールでは、テレビ放送の際には選手が挑戦しているタイミングでオルゴール風の BGM が挿入されていました。ギガントピアノでも、ピアノ風の BGM を入れるような演出も面白いかもしれません。次に紹介するのは、ケーズ克美さん考案の新エリア、緑山ハリケーン。ファーストステージの第5エリアとして新たに登場しました。このエリアは、トランポリンを使ったいわゆるジャンプ系のエリアで、ドラゴングライダーの後継エリアとなります。助走をつけてトランポリンを踏み切って大きくジャンプするという点ではドラゴングライダーと変わりませんが、緑山ハリケーンはこの後に衝撃的なギミックが組み込まれています。なんと、巨大な扇風機によって地面から風が吹き上がっています。挑戦者は、この風に乗って上空を舞うのです。そして、池を飛び越えて高いところにある足場に着地できればクリアとなります。その後は、棒を伝って下り、次のエリアの、タックル、に進みます。とにかく見た目のインパクトが凄まじく、選手がムササビのように風を受けて空を飛ぶ姿は圧巻でしょう。今までのトランポリン系のエリアとは、また違った技術が求められるエリアと思います。次は、カールさん考案のエリア。ボールブレイキングです。セカンドステージの最終エリアとして新たに登場しました。セカンドステージといえば、最後は重い3つの壁を持ち上げる、ボールリフティングが定番のエリアでしたが、ついにリニューアルが施されます。ボールブレイキングでは、なんと3つの壁を破壊して進むのです。壁は、硬質の発泡スチロールのような素材でできており、大きな力を加えると割れて道が開けます。挑戦者は、殴る、蹴る、肘打ち、頭突きなどで、この壁を破壊しなければいけません。破壊の方法は問われず、武器の使用を除く一切が認められています。なお、1枚目、2枚目、3枚目と進むにつれて壁の厚みがどんどん増していきます。最後の壁を破壊するためには、単なるパワーだけでなく、高い格闘技術も求められるでしょう。
次に紹介するのは、近江のサスケマニアさん考案の新エリア、トングウォーク。2本のレール状に乗ったトングのような物体にぶら下がって移動します。トングは、レールと触れる部分にゴムのような滑り止め素材がついているため、普通の状態ではトングは前に進みません。トングを握りしめて、滑り止め部分を開いた状態にして進む必要があります。トングを握りしめるために必要な力は 40kg。サードステージの第1エリアとして登場し、いきなり挑戦者の体力を大きく奪う難関エリアとなるでしょう。最後に紹介するのは、かまぼこさん考案のクロックブラスター。サードステージの第2エリアとして登場しました。時計をモチーフとした物体に捕まって移動します。時計は全部で3つ、それぞれが回転しているためうまくタイミングを見ながら進む必要があります。また手をかける突起部分も回転しているため、うまく持ち替えながら進んでいかなければなりません。手足をフルに使って、うまく体勢を作りながら進んでいくのがコツとなるでしょう。どんな体勢で進むのか考えながら攻略していかなければならないため、挑戦者ごとにルートやタイミングも異なっていくであろうところも面白いポイントとなるかもしれません。というわけで、今回の動画は以上となります。動画用の新エリア案の大々的な募集は一旦打ち切りますが、今後も応募を受け付けます。動画の投稿は不定期となりますが、面白そうなエリア案をいただければ CG にして動画で紹介していこうと思います。応募は、概要欄のリンク先にある投稿フォームから送っていただくか、Twitter の DM でお願いします。詳細な方法は動画の概要欄をご覧ください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。